皆さんこんにちは。今日はテレビから突然消えた90年代の美人芸能人10選について紹介していきます。10星野亜紀は日本の女性タレント、女優、グラビアアイドル、本名三浦亜紀、東京都出身、 A プラス所属、夫は騎手の三浦恒成、高校時代ティーンズ雑誌プチセブンの専属モデルだった友人の志保に誘われ同士専属モデルとなる。1994年、青年誌ヤングアニマルでグラビアデビュー。事務所を移籍し、月に1回ラジオ出演しながら3年ほど経過。テレビドラマの配役が多かった TG クレアラシル CM に出演。2001年頃から本格的にグラビアの仕事を始める。2002年から2003年はプロレス団体 WEW 冬木行動の設立の月1興行のエンターテイメント部門の常連で、リング上でマイクを持ちレスラーを相手にコスプレ衣装で迫真の演技をしていた。2006年、日本テレビ系ドラマコンプレックス内放送ドラマ取り積み図書出演より、女優としては本名の星野亜紀となり、バラエティやグラビアなどと名を使い分けている。2011年9月には13歳年下の競馬騎手三浦恒成と結婚し、2012年4月に長女を出産した。翌年に広報活動に関わったオークションサイトが詐欺を働いたと報じられ、本人は詐欺については知らなかったと釈明したものの、芸能活動を休止することになった。その後彼女は子育てに専念し、夫の三浦騎手を支えていた。岩沢真由子は日本の介護士、介護従事者、元女優、元タレント、愛称は岩真由。かつてプラチナムプロダクションに所属していた。東京都練馬区出身。2003年に渋谷でスカウトされ、16歳でミスマガジン2003に選ばれて芸能界デビューした。小悪魔系ルックスの美少女としてデビュー当初から雑誌グラビアで引っ張りだこになる。女優としては2004年10月初出演したテレビドラマ「ディープラブあゆの物語」テレビ東京にあゆ役として主演した。同年にはグラビアでの活躍によって第42回ゴールデンアロー賞グラフ賞を受賞している。2014年映画「受難」で主演を務めた。この作品において主演の岩佐が全裸で全力疾走する演技が話題となり、第23回日本映画プロフェッショナル大賞新進女優賞を受賞した。岩佐にとっても代表作となっている岩佐真由子が2020年10月1日自身のインスタグラムを通じて芸能界を引退することを報告した。今後は介護の仕事の道に進むため引退を決断。所属事務所とは円満退社で、新しい道に専念して精進したいと思いますと決意を新たにしている。岩佐は、世の中や自分を取り巻く環境も大きく変わってきている今、自分自身と向き合う時間が増えて、今後のことなどもいろいろ考え、新しいことへの挑戦をしたいという気持ちからこの度引退を決意いたしましたと説明し、今後は微力でも直接社会や人様の役に立ちたいという思いから介護の仕事に携わりたいと思いますと伝えた。最後は、まだまだ未熟な私なので新しい道に専念して精進したいと思いますとし、今まで応援し支えてくださったファンの皆様、並びに関係者、スタッフの皆様、17年間本当にありがとうございましたと感謝の言葉で結んでいる。8藤崎奈々子はタレント。1997年度のフジテレビビジュアルクイーン。2023年8月までメグエンターテイメント所属。短大在学中にデビュー。松本清の CM でのほんわかしたキャラクターで注目を集め、1997年にフジテレビビジュアルクイーンオブザイヤーに選出。日本テレビ系で2002年3月まで放送されていた番組うっちゃんなんちゃんの売りなりのレギュラーを1998年から2001年まで務め、その売りなりでのキャラクターが大ブレイク。温泉医療の専門家である医師との異色のコラボによる共著「温泉とデトックスで綺麗になる」や、2008年には「幸せをつかむ勉強方法」を執筆。幸せをは原稿用紙に164ページにわたる書き下ろしで、全ページにわたって一人で執筆した本はこれが初めてである。CR パチンコアバンギャルドでは、真鍋香織、
小倉優子の先輩として一緒に出演。藤崎奈々子が2023年9月4日自身のインスタグラムを更新。8月31日をもって所属事務所メグエンターテインメントとの所属契約を円満に終了したことを報告するとともに退社したことを発表した。藤崎は私、藤崎奈々子は2023年8月31日をもちまして、長年お世話になりました所属事務所メグエンターテインメントとの所属契約を円満に終了いたしましたと伝え、私の退社の希望を快く受け入れていただき、そしてまた送り出していただいた社長、長年お世話になった事務所スタッフの皆様には感謝の気持ちでいっぱいですと記した。続けて、人生の後半戦を迎えるにあたり、これまでのお仕事に旅、美容、化粧品開発、アロマ調香なども加え、同世代の女性が笑顔で輝いていけるような提案を一緒にできるように、さらに頑張って尽力していきたく思っておりますと飛躍を誓い、皆様これからもご指導ご鞭撻のほどをどうぞよろしくお願い申し上げますと呼びかけている7、桜井幸子。桜井幸子は日本の元女優、アイドル、歌手、司会者、千葉県山武郡大網白里町出身、血液型 A 型、1988年サンスターアクアフレッシュの CM オーディションでグランプリを受賞したのをきっかけに芸能界入り。審査員長は作詞家の森ひろみで、合格者はビクターからデビュー予定であった。同 CM で芸能界デビューを果たし、1989年テレビドラマスワンの涙で女優デビュー。1990年には CBS ソニーよりアイドル歌手活動も行っていたが、その後は女優に専念。映画お預けで主演したほか、うっちゃんなんちゃんのやるならやらねばではバラエティ番組のコントに挑戦した。1992年 NHK 連続テレビ小説女は度胸でヒロインを務める。桜井幸子が2009年12月28日付の公式ホームページで、2009年をもって芸能活動から引退することを発表した。桜井は突然の引退理由について、十数回海外の仕事をいただき、また数回の海外留学の経験をさせていただきました。これらの経験が契機となり、数年間考えた末に今回の決断に至りましたと綴っている。所属事務所によると、現段階では引退後の去就は未定であり、会見等も行わない予定だという。桜井は平成21年末をもちまして、全ての芸能活動から引退する決断をいたしましたことをここに報告させていただきますと突然の引退を報告。引退後についてはより一層社会的見聞を広め、社会に貢献できる個人を目指し、実り豊かな人生となるよう目標を定め、研鑽に努めてまいりたいと考えておりますと告白。またファンや関係者に向けて、これまで多年にわたり温かいご厚情をいただいた大勢の方々に重ねて御礼申し上げ、私の引退の挨拶に変えさせていただきたいと思いますと感謝の意を述べている。6、松本リオ。松本リオは日本のヨガインストラクター、ヨガインストラクター事務所ピースベルグスタイル代表、かつては女優としても活動しており、1995年から1999年までは松本めぐみ名義、立川女子高等学校出身、旧名義時代の愛称はまめぐ。1994年11歳で芸能界デビュー。1995年日本テレビ系ドラマ終わらない夏でドラマデビュー。1997年にはビクター甲子園ポスターキャンペーンに初の現役中学生のイメージモデルとして選出。映画東京フレンズやドラマエースを狙えなどの作品に出演。数々のファッション誌においても表紙を飾った。松本はまず90年代に姿を消した理由について告白した。当時普通の高校生としての生活を送りたいということで活動を休止したが、やめて普通の生活に戻るって言っても戻れなかったんですよねとポツリ。その上で、学校に行く途中で男の人からちっちゃい瓶をかけられて、瞬発的に背中を向いてそのまま警察署に突っ走ったんですよ、何かかけられたって。警察に行ったら背中の紺色のブレザーが真っ白で硫酸をかけられたってと驚愕のエピソードを紹介した。共演者からなんでと
という声が上がると、松本はこれまで頑張って応援してきたのに突然辞めていなくなったから、そこの怒りかなんかなんですかねと推測した。5. 阿部麻美は日本の元タレント、北海道室蘭市出身、元所属事務所は渡辺エンターテインメント、音楽ユニットギャルルでは2代目エース阿部ベッとして活動していた。2003年1月24日任天堂ゲームキューブ用ソフト任天堂パズルコレクションの CM で CM デビュー。2004年1月1日放送の第41回新春隠し芸大会2004で姉阿部夏実と初めて共演。2006年1月初めてミュージカルに挑戦、屋根の上のバイオリン弾きで三女茶葉を演じる。2007年3月21日から4月1日舞台アウトオブオーダー偉人伝心に出演。舞台初日は安倍総理大臣夫妻が感激。阿部麻美が2011年11月11日に8歳年上の一般男性と結婚し、芸能界を引退することが分かった。同日公式サイトと自身のブログで発表し、阿部は結婚とともに芸能界から引退をし、新たな人生を歩む決意をいたしましたと報告した。安倍はファンやスタッフらに向け、歌手という夢を叶えることができたこと、たくさんの出会いと経験をさせていただいたこと、心から感謝しております。今まで数々のご声援ありがとうございましたと感謝のコメント。4. 中村愛美は東京都台東区出身の元俳優である。身長164cm、バスト75cm、ウエスト59cm、ヒップ83cm、靴サイズ24cm、血液型 A型、趣味と特技は水泳である。1998年に GTO の愛沢みやび役で知られる。 GTO1 期の中でも中心人物だった愛沢みやび役を演じた中村愛美さんは、2015年の舞台出演以後に引退した。ただ明確な出典がないため引退日などの詳細は分かっていない。最後の舞台とされているのは初恋青春博多純情編だった。芸能界から引退していることは間違いなさそうですが、先述したように中村愛美さんの SNS などにも引退を感じさせる様子はないまま時を辞めている。 3. 鈴木恵美は日本のファッションモデル、中国上海市京都府出身、愛称は恵美ちー、スターダストプロモーション所属、既婚、中国上海市で生まれ育つ。小学生の時両親が仕事の都合で日本に戻ったため祖母に育てられた。中学進学後から両親と京都で暮らす。京都市立藤森中学校卒業。中学2年だった1999年、友人が応募した女子中高生向けファッション雑誌セブンティーンのオーディションでミスセブンティーンに選ばれモデルデビュー。2004年創刊のピンキーでは創刊号から最終号まで専属モデルとして活動した。その後はさまざまなファッション雑誌や美容雑誌で活動する。モデル以外の活動としてはテレビドラマ「ギャルサー」などで女優沖ジュリアとのユニット「ジュエミリア」として歌手デビューも果たしている。鈴木恵美さんは二足のわらじのように女優にも手を出し続けなどはせず、もともとのモデルの仕事に専念している。2. 宝生舞は日本の元女優、元歌手、本名は北村舞、大阪府豊中市出身、聖母妃昇天学院幼稚園、聖母妃昇天学院小学校、中学校、高等学校を経て日の出女子学園高等学校を卒業。1996年連続ドラマ「銀綱怪奇ファイル」に出演。同年映画「モスラ」のモル役で出演が予定されていたが病気のため降板。ロラ役の予定だった小林恵がモル役になり、ロラ役には山口さやかが起用された。1997年11月にはシングル「カーニバル」をリリース。1998年フジテレビの連続ドラマ「庶務人」にレギュラー出演。宝生舞が2010年5月31日付の公式サイトで芸能界引退を発表した。トップページで「これからの人生」宝生舞としてではなく、また役としてでもなく、自分自身をしっかりと確立させるためこの度の決断に至りましたと引退理由を説明している。これまでの活動に対し
無知で世間知らずだった私に宝生米という役割を与えられたこと、またお芝居の世界では様々な役として生かされてきたことに深く感謝しておりますと周囲への感謝を綴り、皆様には私のわがままな決断をご理解いただければ幸いですとした。1. 黒沢優。黒沢優は日本の元女優、身長156cm、血液型 A型、東京都出身。父方の祖父は黒沢明、父方の祖母は矢口陽子、父は黒沢久雄、母は林博子。1999年8月、ファッション雑誌モデルとして芸能活動をスタート。同年9月、第2回ミス東京ウォーカーグランプリ受賞。雑誌の他 CM などにも出演。2000年1月に、アイソーラで映画初出演。以降は映画やテレビドラマなどで女優としても活動するようになる。2001年、第10回日本映画批評家大賞新人賞受賞。2002年1月2日に入籍。所属事務所を通してマスコミにロックバンドソフィアのボーカリスト松岡充と結婚し、妊娠2ヶ月であることを発表した。子育てと主婦業に専念するため芸能活動を引退した。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。テレビ番組の企画などで音痴を披露しているお笑いタレントをよく見かけますが、本気で音痴な女優や歌手が実は結構いました。今回は歌が下手で音痴と言われている女性有名人に8名ご紹介していきましょう。1位、小倉優子。小倉優子さんはゆうこりんの愛称で親しまれ、デビュー当時はこりん星からやってきたという不思議ちゃんキャラで人気を博し、バラエティ番組に引っ張りだこでしたが、現在はママタレとして活躍されています。不思議ちゃんキャラ時代に歌手デビューもしていたのですが、歌は音痴でした。しかし、そのキャラにはぴったり、と、意外と評判は良かったようです。2022年12月22日に放送されたポップアップ、タレントの小倉優子が、長らく封印していたコリン星のゆうこりんキャラとして出演し、聖歌披露した。スタジオにいる出演者らはそのアイドル前とした雰囲気で大いに湧き手拍子で応援。しかし、ネットには、生で歌ってるけど声出てなさすぎて、ガチ放送事故みたいになってて吹いた。放送事故レベルですごかった。歌下手すぎて耳ちぎれる。何これ罰ゲーム？無理やりやらされてる感満載。ゆうこりんの歌ひでえ、など。その歌唱力にドン引きした視聴者からの書き込みが、多数寄せられていたと、クイックタイムスが報じた。2位、内田恭子。内田恭子さんは、フジテレビアナウンサー時代に、看板アナとして人気を博され、結婚を機に退職しましたが、その後はフリーアナウンサーとして活躍を続けられています。カラオケ番組などで、歌が下手な女子アナのコーナーができてしまったほど、音痴が多いと言われる女子アナ界で、そのトップに降臨し続けているのが彼女でした。あまりの音痴っぷりに、誰もが驚かれることでしょう。3位、桃高菜子。桃高菜子さんは、桃色クローバー Z のメンバーとして人気を博しています。百田さんもまた、デビュー当時はひどい音痴だったそうで、ファンの間では伝説となっています。しかし、その後の努力の賜物によってグループ内の、に大エモ歌唱の一人と称されるほどの実力を身につけられました。もも黒のリーダー、赤色担当。ツイッターでも言われていますが、結成当初の歌声と比較すると、とてつもなく上達したと思います。初期の頃の映像を見ると、ピアノの音に合わせて歌うことでさえも、彼女にとってはかなり難しいことでした。近年の歌を聴くと音程が取れるようになり、過去と比べて歌声の音の処理の仕方が綺麗になったと感じます。また、声の出し方も綺麗になりました。これらは何年も続けたトレーニングの成果だとわかります。まだ時々音程を外してしまうこともありますが、初期と比べると本当にすごく変わりました。
歌うことが苦手なタイプだったのに、コツコツと努力を重ね、上手になったと思います。その姿が本当に素晴らしいですよね。4位、中島美嘉。中島美嘉さんは、数々の音楽関係の賞を総なめにし、ヒット曲を連発してきた人気歌手です。2010年10月に両側耳管開放症を患ってしまい、それにより音程が思うように取れなくなってしまったようで、昔の歌唱力の凄さを知っている人からすれば、衝撃的な現在の歌声です。曲そのものは良いが、歌唱面が病気の影響で楽曲に全く追いついてきていない。とても残念に感じる。アーティストにとってはやはり、音程という意味で聴覚は命である。それを最近の中島美嘉からは感じざる得ない。突発性難聴はストレスから来る部分も大きく、体調面の不安定な女性は特になりやすいとも言われているが、比較的最近のライブなどでは昔と比べて歌声の劣化が顕著だ。最近の中島美嘉の歌唱で一番残念に感じたのは、2005年の7でのグラマラススカイ以来の、L1 重音用フワーク ENCLHYBE とのコラボのキスオブですった。このブログでもよく書いているが僕はラルクの大ファンである。とても期待して楽しみにしていた久しぶりのコラボ。しかし、今の中島美嘉のあの歌唱力では曲の良さを引き出せない。勘違いしてもらいたくないのは僕はラルクも、中島美嘉も大好きであること。ラルクも好きで中島美嘉も好き。その二人のコラボなんだから最高に決まってる。しかし7の時のコラボのようにはいかなかった。ハイドコンシンの新曲、キスオブです、もう今の中島美嘉では悲しいかな？聞いてられないよ。2005年当時のグラマラススカイの頃の中島美嘉の歌声が絶頂期で、最高だっただけにあまりにも差がある。そんなことは中島本人が一番わかっていることかもしれないが。5位、石原さとみ。石原さとみさんは、2003年に放送された NHK 連続テレビ小説、てるてる家族で、歌声を披露するシーンがありましたが、その歌唱力は衝撃的なものだったそうです。微笑ましくもあるシーンなのですが、ドラマを見ていた人はかなり衝撃を受けたことでしょう。ネット上の声を拾ってみると、歌はあまり得意ではない。可愛いから許して。歌が下手というより声が悪い。すごいものを見させていただいた。甘くて可愛い声。高音が若干外れかかる、といった感じです。表現に程度の差はありますが、少なくとも上手いとは、言えないでしょう。声質に関しては好みが分かれそうですね。女優やモデルにはあまり歌が上手くない人も意外と多いです。なかなか全てを兼ね備えるのは難しいということですね。調べた限りでは、石原さとみは過去にテレビでは堂本兄弟に出演した時にゆずの桜木町を歌ったことがあるようです。所属事務所や関係者はこういう感想が出てくるということは予想してなかったのでしょうか。もちろん歌手ではないのでいいのかもしれませんが、でもやっぱりね。でも可愛いから許しましょう。6位、剛力彩芽。剛力彩芽さんは2013から2015年頃までは積極的に歌手活動をされていましたが、Mステで披露した成果が衝撃的な音痴っぷりを発揮していて話題になりました。その後はテレビで歌う際には必ず口パクになっていて、気づけばいつの間にか歌手活動はやめられていました。もともとがモデルとして活躍していたので、歌を歌うために芸能界入りしたのではないことは間違いないだろう。これまで剛力彩芽は2013年から2015年までシングルを出している。アルバムとしては一つで、そのタイトルが剛力彩芽というタイトルにはびっくりした。どれだけ目立ちたいんだって、思うほどのタイトルだが、まあそれは、剛力彩芽が考えたのではないのかもしれないな。では剛力彩芽を歌下手なのかというところだが、個人的にはどちらでもないと思っている。いろいろなところで剛力彩芽の歌を耳にしたことがあったが、一番は、デビュー曲でもある友達より大事な人という歌だろう。この歌は CM でも使われた歌でもあるので、
君らも馴染みがあるはずだ。その中で歌ってる剛力彩芽は別に歌下手というわけではない。かといって歌上手なのかというとそうでもないと言える。7位、井上真央。井上真央さんは、子役時代から芸能界で活躍され芸歴も長く、実力派女優として知られています。歌手としてはデビューはしていませんが、以前、堂本兄弟で披露した歌声がなかなかの音痴で、視聴者がざわついてしまいました。選曲が小田和正さんの、ラブストーリーは突然に、という難しい曲だったために、余計に音痴っぷりが目立ってしまっていました。8位、松井珠理奈。松井珠理奈さんは、AKB48、SKE48 のメンバーで、2018年の世界選抜総選挙では、見事第1位に輝かれ注目を集めました。普段はあまり個人の成果を披露することがないのですが、たまに番組の企画などで生で歌うことがあり、その際に音痴さに驚かされることがよくありますが、松井珠理奈さんもそのうちの一人でした。SKE48 の松井珠理奈がインターネットを使ったライブ配信サービスショールームでの配信がうまくいかず、ツイッターで機械音痴な自分に落ち込む姿を投稿した。翌日にはショールームリベンジの日と気を取り直して、チャレンジしたところうまくいったようだ。AKB48 グループといえばブログ、Google プラス、Twitter、トークアプリ755と様々なネット媒体を使って、ファンとの交流を進めてきたが、次はショールームの活用が広がりつつある。指原莉乃をはじめ人気メンバーの多くは、こうしたネットでのアピールも熱心なように、アイドル戦線を勝ち抜くには重要なものとなっている。松井珠理奈ツイッターにてショールームで、松井珠理奈のライブ配信を告知した松井珠理奈だったが、およそ2時間後に、わあ、ショールームせっかく3万人以上の方が見に来てくださったのに、通信環境が悪くて途切れてしまった、と涙ながらにつぶやいた。自分の機械音痴で、ダメダメなところが身に染みて切ない。ごめんなさいと冷や汗の絵文字と共に詫びながら、なんと5時に気づいて、機械音痴じゃない、機械音痴です。もう、ダメだ。おとなしくお風呂は行ってきます、と。さらに落ち込んでしまう。彼女が、ハッシュタグポンコツという言葉を使うのは珍しく、それほどショックだったのだろう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。